どうも、レオンでございます。今回もですね、今回は WCCF カード開封ということで、2015-16 ですかね、これですかね、はい、開封していきましょう。いいですね、まあレア入ってるのかどうかちょっとわかんないですけどね、はい、まあどっちしてもレアがあったとしてもそんなね、すごいのはなかなか出ないでしょう。おそらくわかんないですけど、2、4、5、6、7、8、9、10いいのが出ると信じて、もうこの時にどんなカードかとか覚えてへん。セルジ・ロベルトいましたね。今もいるんですかね。中盤からサイドバックはどこでもやる選手でしたね。懐かしいのいるかな。よいしょ。おお、アーセナルのアルテタ。今ね、アルテタ監督ですね、現役時代。まあでも選手としてはね、まあそこそこの選手でしたよね。結局スペイン代表とかになってないんじゃないですかね、多分。いい選手なんですけどね。他の国なら代表になれそうなんですけど、まあ要はね、なんていうのかな、ディフェンスもそこそこ、テクニックもそこそこ、すべてにおいてね、平均的な選手なんですよね。まあ、言うてこのバルセロナのカンテラ出身違ったかな、確か。確かに、まあ。いい選手であることには何の疑いもないんですけど。まあ、しかしね、そうか、この時まだあれ選手で、今監督って早いな、流れが。ラフィーニャ、ああ、これラフィーニャな。選手もどこ行ったのね。多分セレソンにも選ばれたことはあるかもしれないですけど、セレソンでもバルサでもパッとしなかったですね。記憶にございません、はい、バルサのベンチの選手でしょう、おそらく。よいしょ。おお、井出口、現セルティック。身長何センチ？この人ね、どうなんすかね、評価されるんすかね。絶対的にフィジカルがちょっとね、不足してるんでね。まあ、おそらく今回のワールドカップで間違いなくエントリーされないと思うんでね、どんだけまあ頑張ったとしても、さすがに。まあ、セルティックで、なかなかね、試合にも出てませんし、まだベストパフォーマンスで呼べるようなね、時はないんでね。いや、でも懐かしいなぁ。井出口おったなぁ。まあもうちょっとフィジカルがね、意外とこの人がなんか気が強そうで、そんな気が強くないんかなって、もっとね、ハートが強かったらいいんですけど、なんか若くして海外行ったんですけど、全然ダメでね、プレミアにも行ったし、スペインとかドイツも、まあ2部ですけど行ったんじゃないですかね。なんか全然、まあ怪我もあってね、あんま活躍できなかったってもあるんでしょうけど、そこまででしたね、なんか。よいしょ。ピアッティ、誰？知らんな。アルゼンチン選手、今どこにいるのやらおそらくボーグに帰ってるでしょうねこういう知らない選手は絶対ボーグに帰ってる。よいしょ。キラヤ、キラヤ、誰、昔のイタリア人か。アントニオーニ、誰やねん、誰やねん。でもあれですね、このユニフォームからして、あの82年ワールドカップで優勝したメンバーっぽいですね。おい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 、絶対いらんやつ出てるやん別にええけど、ええけど、ほんま誰やねんやな。知らんわー、 100% 知らんわ。びっくりした、レア出てたけど。おお、ミケル、ホビミケルだったな。まあでももうこの辺晩年なんで能力下がってますよね。スタミナも15しかないですからね。まあいい選手はいい選手なんですけどね、間違いなく。この後ぐらいかな、中国に行ったのは。で、今はどうしたの、引退したのかな、よくわからない。謎です。よいしょ。あ、このとこあれか、ドイツあったんや。おお、いいやん、ドイツ。アントニオ・ルディガー。今大会2本とね、当たりますよ、これ。能力低いけど、これ。
今はね、もうレアルマドリードに行ってめちゃくちゃ能力高いですけど、この頃はなんかもうめちゃめちゃ低めに設定されてますね。スタミナ14で使わせる気あらへん。めちゃめちゃ懐かしいな。いやでもレアルでどうなるか楽しみっすよね。よいしょ。おお、マピュイーディ、懐かしい。フランスワールドカップ優勝した時にメンバーですからね。その、どこ行ってんだっけ。あ、そうや、メジャーリーグサッカー行ったんや。この人ね、年齢いくつやったっけ。80、あ、そうか。フランス、この前ロシアワールドカップの時も30過ぎやってんな。だからもう、最後アメリカでのんびり過ごそうと。まあ、いい選手ですけどね。間違いなく監督なら誰しも使いたくなる、スタメンで置きたくなる選手ですからね。いや、懐かしいな。懐かしい。ジョー・アレン。知らんな。え、これユベントスにおったやつやったっけ？ちゃうか。あれは誰やったっけ？ウェールズの。間違えた。それじゃないな。なんか、おったよな、ゆうべになんかウェールズ代表が。なんだか忘れた。そいつじゃないやつやな。まあ、スタメンで使えんことないけど、能力値が低いよな。スタミナはあるけど、みたいな。はい、1516。1本目なんですけど、キラいきなり出ました。でも、全然どうでもいいキラやった。この時あれかな、クリロナかな、メッシかな、どっちかわからへんな。でもこのシーズン終了後ね、クリロナはヨーロッパ選手権取ってますからね、ユーロ。懐かしいね。まあそんな感じで、WCC 風15、16開封動画パート1終わります。